こんにちは。ポッドキャスト形式の単語コースへようこそ。私の名前はアンドレ・フランコです。一緒にこの旅に出ることを楽しみにしています。この最初のレッスンでは、単語を文化的な現象として探求し、その様々な側面を探求し、より広い理解が私たちの経験を豊かにし、ダンサーとしての成長に重要な影響を与える方法を理解します。単語は単なるダンス以上のものです。それは音楽、し歴史、キャラクター、 そして絡み合った伝統です。このコースでは、焦点をダンスに置きますが、私たちはこの深い浸透が、総合的な理解と芸術へのより深いつながりに不可欠であると信じて、段階的に全ての他の側面を探求することをためらいません。団子の各文化的側面、ダンス、音楽、詩、それぞれの歴史的文脈、特性、ニュアンスを理解することで、私たちの学びの旅を導き、時間と労力の無駄を防ぎます。例えば、 19世紀末に起源を持つ単語音楽は、最初はより祝祭的で陽気な性格を持っていました。ガルデルなどの人物と共に、単語は今日知られているよりもメランコリックでドラマチックなスタイルに発展しました。この進化を理解することで、単語のスタイルの多様性を理解し、どの曲がダンスに最適かを見分けることができます。ダンスに関しては、私たちの目標を問い直すことが重要です。単語を学ぶ目的は、ミロンガに参加したり、 ショーでパフォーマンスをしたり、交流を深めたり、コミュニティの一員になったりするためですか。これらの考察は、学習を効果的に導き、時間とリソースの無駄を防ぐために重要です。さらに、単語の歌詞の詞の重要性を過小評価してはいけません。言葉の奥にある意味を理解することで、音楽とより深く、より真につながり、ダンスでの表現を豊かにすることができます。今後のレッスンでは、この問題を探求し続け、 私たちの仕事が効果的に導かれるようにし、豊かで意味のある学習体験を提供することを常に目指します。この最初のレッスンを楽しんでいただけたら幸いです。私たちのコースをフォローして共有することを忘れずに、より多くの単語愛好家に届けましょう。ありがとうございました。